ではここから、25分ですかね、時間をいただいて、日本オラクル株式会社中村の方から、イントロダクション to ハイパーレジャー、ハイパーレジャーの基礎というところで、基本的なところをお話ししようと思います。ちょっと簡単に自己紹介させてください。私、中村学と申しまして、日本オラクルでソリューションエンジニアをやっております。オラクルはオラクルブロックチェーンプラットフォームというハイパーレジャーファブリックベースのサービス、あるいはそういう製品を提供しておりまして、その担当をしております。で、セッションの内容なんですが、まずハイパーレジャーの概要の紹介に入る前に、エンタープライズ領域でのブロックチェーン活用について、お話ししていこうと思います。でちょっと時間が取れたら Q&A の時間を設けたいと思いますが、すみません、足りないようだったらご了承ください。でまずハイパーレジャーファウンデーションなんですが、エンタープライズ向けのブロックチェーン技術の開発活用を推進するための OS コミュニティです。でこのハイパーレジャーファウンデーションとは何ぞやという話に入っていく前に、そもそもこのエンタープライズ向けのブロックチェーン技術って何ぞやという話をしたいと思います。でもしかしたら皆さんの中にはすでにエンタープライズ向けのブロックチェーン技術を理解されている方、あるいはもうすでに使っているという方もいらっしゃるかもしれないですけど、WebX というイベントの性質上、多分パブリックのブロックチェーンとかにむしろ親しんでおられる方とかって、パーミッションとエンタープライズ向けのブロックチェーンってどういうものかっていうのをあまり理解しておられない方もいるので、その範囲から入っていきたいと思います。で、ご存知の通り、ブロックチェーン分散台帳技術、他の技術になかった特徴として、まず第一に一番重要なのが分散という特徴ですね。あるいは分権、ディセントラライゼーションという特徴があります。でこれは複数の個人や組織で分散してブロックチェーンノードを所有あるいは管理して、でそのブロックチェーンノードの中でデータが共有されると。でかつその、ブロックチェーンノード上で共有されるデータというのは、台帳と呼ばれる特性を備えていて、削除あるいは改変が、簡単にはできないような仕組み、あるいは削除改変したときにすぐに検知できるような仕組みが備わっているというところで、この台帳上のデータは小積として扱えるような特性を備えておりますというところで、その分散したノード上でデータを共有するというところがベースにあって、さらにはスマートコントラクトとしてある種のブロックチェーンが備えている、ロジックの共有ですね、事前に合意されたロジックでしかこの台帳上のデータの、更新ができないようになっているというところで、このスマートコントラクトを用いて、契約行為を自動化したりとか、あるいは決済を自動化したりとか、そういったようないろんなオペレーションの自動化、効率化というところが実現できるとされています。でどこの字の通り、ブロックチェーンというのはビットコインの基盤として、ビットコインの一部として発明されたという経緯があります。でなんですが、その通りなんで、ビットコインの一部として開発されて、最初は仮想通貨とか、あるいはなんとかトークン、なんとかコインの基盤として使われていたんですが、先ほど申し上げたようなブロックチェーンにしかない特徴を、それ以外の仮想通貨分野以外にも使えるんじゃないかというところで、より一般的な用途で応用が進んでいて、適用領域が拡大しているという経緯がございます。で、ここでじゃあエンタープライズ領域ではどういうふうに使われているのかなというお話をしたいと思います。で、従来 B2B とか、あるいは企業間で、データを共有したいと思ったら、何かしらこうどこかしら一つにの組織ないし、企業にデータを集めて、でそれ以外の企業はその集まったデータをみんなで使わせてもらうという形式を取るしかなくて、左側の図ですね。でこの形式は動いている時は問題はそんなにないのかもしれないんですが、特定組織にデータが集まってしまうと、すなわち責任も集まってしまうし、あと特権が集中してしまいますよね。ちょっとそこの集めている組織がもうやめようとか、お前には使わせないよとか言えてしまうというところで、いわゆる中央集権的なデメリットというか懸念とかリスクがあります。でかつ従来の企業間のワークフローの右ですね、企業間で、2社ぐらいでやってるうちはそんなに問題は起きないかもしれないけど、3社、4社、5社とかいろんなコンソーシアムと呼ばれる、グループの中で何かしら、情報データをやり取りしようとすると、かなり面倒くさいですよね。情報 のバケツリレーみたいなものが一時生じしてしまって、例えば X と Y の間でこう契約が成立していることを前提に Z とも契約を結ぶみたいなことを考えたときには、X と Y ちゃんと契約結んでんのっていうのを Z は X と Y それぞれに確認しなきゃ、そういう面倒くささがあると思います。でかつそれぞれが、それぞれ好きなフォーマットですね、統一されて必ずしも統一されてないフォーマットでデータをやり取りする、 E メールだったり、
ファックスだったりも含まれているかもしれない。ところで煩雑かつ手間のかかる、ミスも生じやすいプロセスになっていました。でこういったところで、ブロックチェーンを用いることで、データとロジックを共有して、リアルタイムで水平に共有するということができる。で確実に信頼できるデータが共有され、ロジックも共有されるというところで、業務を自動化したり、効率化したり、高度化することができるというところで活用が進んでいます。で実際どういうところに利点を感じて使われているかというと、今言ったような複数社間のデータ共有、ワークフロー実現に伴う課題の解決が利点として上位に上がってきています。新しい、ビジネスを作るとか、すごく新規のアイデアを試すとかいうよりも、既存のビジネスを進化させるとか、あるいは、業界内で協力して、協力者に解けない課題を解くとか、そういうところに、使われているというのがエンタープライズブロックチェーンの利用です。で、皆さんの中には、ブロックチェーンといったらパブリックのブロックチェーンを思い浮かぶ方もいらっしゃると思います。でパブリックのブロックチェーンというのは、いわゆる、誰でもネットワークに参加してノードを持てる、公開性、オープン、匿名性を是としていて、でそれに、伴ってデメリットというか、宿命として、ちょっとトランザクションの処理が遅い、あんまり性能の限界が高くないというところがあります。いわゆるそのような誰でも参加できるよというのをパーミッションレスのブロックチェーンと呼んでいます。で一方で、パーミッションとのブロックチェーンというカテゴリーがありまして、これはブロックチェーンネットワークに参加する、すなわちノードを立てる。というところに、許可、あるいは招待が必要な、カテゴリーです。許可制クローズド懸命のネットワークになります。で、ある程度メンバーが識別されて信頼できるので、高速なトランザクションが可能という、特性があります。でさらに、これパーミッションド、パーミッションレスの、分類を前提として、ネットワークの分類をすることができます。で一番左がパーミッションレスのブロックチェーンを使うと、公開性のネットワークを不特定多数で運用するパブリックとブロックチェーンのネットワークになる。で、パーミッションドのブロックチェーンを使うと、パーミッションドのブロックチェーンノードを、複数の企業、複数の組織で分担して持ち合うというような、ネットワークの構成になっている場合、コンソーシアム型というような呼び方をすることが多いです。で、一方で、パーミッションドのブロックチェーンを単一の組織で運用している場合、独占して運用している場合は、プライベート型のブロックチェーンネットワークだよと。ような呼び方をすることがあります。で、今なんでこのパーミッションレス、パーミッションドという話をしていたかというと、このエンタープライズ領域では結構このパーミッションレス、パーミッションドというのをまず、選定すると、前提として選定するということが、基本的なプロセスになるからです。で、ちょっとこのパーミッションレス、パーミッションドの比較の表を作っているんですけど、ちょっとこれは別に公平な観点だというつもりはなくて、ビジネス用途でブロックチェーンを選ぶときに気にされやすい観点をピックアップしています。パーミッションレスではネットワークノードを運用しているのは、誰かわからない、誰でもオープンに運用しているので、あるものを使うということになりますが、パーミッションのブロックチェーンの場合は、そのブロックチェーンネットワークで何かしたい人自身が自分たちでノードを立てるということになります。で、パーミッションレスのブロックチェーンの場合は、トランザクション費用をいちいち払うことによって、ネットワークノードの運用費が賄われていますが、一方でパーミッションのブロックチェーンは、トランザクション費用はいちいちかからないことが普通です。それに対して、ノードの運用コストを普通に分担して負担しているという形ですね。で、パーミッションレスのブロックチェーンでは、データの共有とか公開範囲は、基本的にパブリックに公開されているというところなんですが、パーミッションのブロックチェーンでは、まずはそのネットワークの中、コンソーシアムならコンソーシアムの中のみでクローズドに共有されてますし、さらにその中で、サブグループを切ってその中で共有のみ共有するとか、そういったような機能も提供されていることが多いです。あと最後、ネットワーク量に影響するリスクですね。ご存知通り、パブリックのブロックチェーンっていろいろ規制が強まったり、あるいは弱まったりとかして、規制環境の変化に対してさらされているというリスクがあります。であるいは過去にいくつか大きなハードフォークとかのイベントもありました。であとアップデートのコントロールですね。ブロックチェーンプロトコル自体がアップデートしていくんですが、それをそのブロックチェーンを使う人は、コントロールできないというところがあります。一方でパーミッションドは利用者自身が、ノードの運用者でもあるので、アップデートのコントロールもできますし、仮想通貨が載っているわけではないので、規制環境とかにもそれほど変化ないというところです。で一方で、限られたメンバーで運用しているので、メンバーとの関係性の変化とかメンバーの離脱というのはリスクになるかもしれません。というところで、エンタープライズ領域では、今言ったような、観点が気にされて、パービッションとのブロックチェーン
が、まあ、コントローラビリティやガバナンスの観点で、選定されることが多いというところがここまでで言いたかったところです。でじゃあ実際どんなところ使われているのかというと、まあ、本当に多彩なところで使われています。まあ、公共分野だったり金融分野だったり、製造分野だったりといろんなところで使われています。まあ、目立ったところでいうと CBDC 左側の金融の一番下ですね、中央銀行デジタル通貨に使われていたり、ちょっとあの本日も多分この後にお話があると思いますが、そういったあの結構すごく重要な大規模なところも使われています。でユースケースの傾向ですね。で、まあ、今あの言ったようなところに使われていますという話をしたんですけども、ここ数年でじゃあなんか新しい領域がどんどん加わってきたかというとそんなこともないかなと思っていて、以前から有力視されていた領域で、まあ実際のプロジェクト、案件が、大規模事例、実稼働事例が出現してきているというような段階にあります。で、ちょっと数年前までは POC やるよとか実証実験やるよというところで結構大々的にプレスを打って、まあ、注目が集まるというような状況もあったんですけど、最近になるともうあまりそういう段階だとこういうのをせずに実稼働しましたとか、この裏でブロックチェーン使ってますというふうにあの、まあ、かなり段階が進んでから発表するような状況になっているように見えます。というところで、まあ、あのエンタープライズのブロックチェーン利用はあまりアイディア勝負とか先進技術利用のアピールというよりかは計画力実行力勝負ビジネス上の実名というところで、まあ、本当に、実践的なところを狙って使われているような段階に来ています。で一方で、まあ、最近だとあのサプライチェーンのトレーサビリティとかでサステナビリティ ESG SDGs とかそういうところをテーマにした案件が増えているということは傾向としてはあります。でいくつかのユースケースのパターンについてお話しします。で、これは数としてはすごくあのエンタープライズのブロックチェーン利用の数としてはすごく多いサプライチェーンのトレーサビリティ向上というユースケースのパターンですね。でご存知の通りあのサプライチェーン何かしら作るにあたって、まあ、原材料を取ってくるところからその材料を加工して、まあ、部品を製造して最終製品を製造してで小売まで渡すというようなところまで結構いろんな企業さんいろんな業種の企業が登場してきます。で多くの関係者が登場する中で基本的に各社でデータを分断してもらって、まあ、データのサイロ化という課題が生じます。でかつあの1社は、まあ、1社だけで取引してるわけじゃなくて、N 対 N の関係で情報のやり取りになって、まあ、先ほど申し上げたような、フォーマットが違うとかそういうような問題も生じやすいですね。でかつあの国をまたがることもしばしばあるのはご存知のとおりです。でそういったようなあのサプライチェーンの、まあ、複雑な多数の関係者が登場するようなサプライチェーンの中で、みんなが一つのプラットフォームにデータを入力して、あるいはロジックも共有してということができたら、かなり、まあ、いろんなことが効率化できるよねというのがこのサプライチェーンのトレーサビリティ向上のユースケースです。で、この共通データプラットフォームの部分に先ほど申し上げたようなブロックチェーンの特性が生きているというところですね。共通化された形式の一貫性があって、信頼できるデータを共有できるというところ。で共有された確実なデータに基づいて企業家のワークフローをおそらくスマートコントラクトという形で実行できて、まあ、効率化できるというようなところです。まあ、様々なメリットが直接的発展的に生じてくるところかなと思います。まあ、あの単純にサプライチェーン全体の情報を可視化できるとかあるいは発展的には、まあ、信頼できるデータが溜まっていくのでそれを元にしてあのサプライチェーンの金融に接続することができる、まあ、そういうようなところも、注目されております。いくつか具体的な、まあ、2つですね、具体的な事例をお話しします。これはすごくあの分かりやすい事例で、アメリカにあのドット・フランク法というあの、まあ、紛争鉱物をあの使っちゃダメだよと、まあ、紛争国で、あまりよろしくない、労働の実態から取られたようなあの鉱物を持ってきて、まあ、その紛争の武装勢力とかの資金源だったらまずいよねというような背景がある法律なんですが、そういうあの紛争国から取ってきてませんよということを証明するために、行われたのがこの事例です。で、まあ、あのタンタルですね、最初はタンタルという鉱物から始まって、まあ、一番右のステップ1と書いてあるところ、取るところから、精製して、何かしら製造の中に使われてみたいな、で最終的に最終製品が、小売まで行くところまでを追跡するというプロジェクトです。まあ、その、いちいち、段階段階で、何がどれぐらいの量あったというのを確認するために、まあ、袋にRFID のタグをつけたりとか QR コードのタグをつけたりとかどういう作業員がやってますよというところを確認するために、写真を撮ってるとかそういうのところも含めて、行われたトレーサビリティの事例です。鉱物のトレーサビリティですね。
こちらはハイパーレジャーファブリックが使われております。あともう一つ、貿易の事例ですね。で貿易というのは、まあ、本質的に国際的な、プロセスなので、そうするとつまり、多数の関係者が絡むというだけではなくて規制当局も複数絡むと、まあ、日本だったら日本の法律に準拠しなきゃいけないし、韓国だったら韓国の法律もありますし、しかも国際的な貿易上のプロトコルもあるというところで、いろんなルールに準拠しなきゃいけない。でそのいろんなルールに準拠するために、まあ、今のところ今までのところ、結構いろんな書類が、紙ベースでやり取りされているという領域でもあります。そういったところをデジタル化できるといいねというのはみんな分かってたんですけども、まあ、ここブロックチェーンを使うことで、紙ベースの書類をデータにできて、かつ信頼できるデータにできる、まあ、改ざんできたりされたりしないというところですね。でかつプロセスがスマートコントラクトで、まあ、自動化できたりとか効率化できたりする部分があって、いろんなロジスティクスを改善できたというのがこのような事例です。まあ、これも実稼働していまして、結構大きなコンソーシアムになっていて、まあ、参加者で世界のコンテナ数の3分の1を扱うと、もうちょっとこれスタート時点の情報なので、もうちょっと今では伸びてるかもしれないです。これもハイパーレジャーファブリックが使われて行われた事例です。はい、というところまでで、エンタープライズブロックチェーンとはみたいな話を、してきてきました。ここからハイパーレジャーファウンデーションとそのプロジェクトの紹介に移っていきたいと思います。で最初にちらっと触れた通り、ハイパーレジャーファウンデーションはエンタープライズ向けのブロックチェーン技術の開発活用を推進するための OSS コミュニティです。Linux ファウンデーションの配下で、運用されていて、2016年に創設されていて、現在では140兆の企業メンバーが参加しています。まあ、いろんな業界からオラクルも含め、本日いらっしゃってる IBM さんだったり、日立さんだったり、富士通さんだったり、ソラミスさんだったり、カレードさんだったりとかいうIT 企業とか、あるいは、事業会社がいろいろ参加しています。最近というか、まあ、2021年なんですけど、最初はハイパーレジャーという単にハイパーレジャーという名前だったんですけど、ファウンデーションが、つきました。でミッションとしては、技術的およびビジネス上のガバナンスに、まあ、しっかりガバナンスがある、ニュートラルでオープンなコミュニティを提供するというと、であと分散台上ブロックチェーンによって実現される業界横断的なプラットフォームの開発と活用を促進するというところ、エンタープライズ利用に適したブロックチェーン技術の市場機会を広く啓蒙する、広めるというとのミッションとして持っています。でハイパーレジャーの、参加いろんなプロジェクトがあります。ちょっと後ほどお話するんですけども、ブロックチェーン基盤、ブロックチェーンプロトコルとしては、今正式プロジェクトは5つあります。先ほど申し上げたパーミッションド、パーミッションレスのくくりでいうと、パーミッションドのブロックチェーン基盤が、3つあります。インディ、ファブリック、イロハです。多分それぞれ本日話があると思います。で、もう一つハイブリッドと呼んでますが、パーミッションレスにもパーミッションドにもできるよう設定次第ですというのが、ハイパーレジャーベースとソートゥースです。まあ、いずれもパーミッションドとして使うことができるようなブロックチェーン基盤になっています。でこのうちベスは、パブリックのイーサリアムと互換がありまして、パブリックイーサリアムのメインネットの 10% 以上がベスで動いているとかいうお話もあります。で、参加のプロジェクトですね、正式なプロジェクトとして動いているのは今は、13ですかね。グラデュエテッド6、インキュベーティング7です。で、その他にハイパーレジャーラブズという、まあ、ラボラトリーズですね、実験的な、小規模なプロジェクトもホストしています。でこのプロジェクトのライフサイクルなんですが、今グラディエイトとインキュベーション、インキュベーティングがあるよという話をしたんですけども、確立されたガバナンスの下でそれぞれのプロジェクトの開発者の投票ですとか、あるいはハイパーレジャー全体の、コミッティ委員会によってテクニカルオーバーサイトコミッティによって審査承認などを経て、まあ、ちゃんと審査承認された上でライフサイクルが管理されています。で、ちょっと面白いのは、まあ、例として別プロジェクトとしてスピンアウトしたりとか、一つのプロジェクトから、別のプロジェクトが分派したりとか、あるいは複数のプロジェクトが、マージされて一つのプロジェクトになったりする例もあります。で、まあ、先ほど申し上げたハイパーレジャーラブズは正式プロジェクト外の扱いになっていますので、ここでステータスはついています。ちょっとスピンアウトのマージの例をご説明します。でハイパーレジャーインディーですね、最初はソブリンファウンデーションという、DID とか SSI とかをやっている団体から、寄贈、まあ、OSS として寄贈されていますが、
結構このインディーってもうあの DIDSSI フルセットみたいな、テクノロジーだったんですけども、それがあの一部エージェント部分、あの、まあ、いわゆるウォレットですね、あのブロックチェーンウォレットみたいな部分を作るライブラリーがアリエスとしてスピンアウトしました。でさらに、ベリファブルクレデンシャルの形式の部分があのオクレズとしてスピンアウトしたというところで、まあ、このインディーから分派してアリエス、アノクレズという結構重要なプロジェクトがスピンアウトした例があります。もう一つはマージの例ですね。カクタス、というあのインターオペラビリティ、クロスチェーンオペレーションとかをやるためのライブラリーがありますが、もともとこれも最初から、コネクション、富士通さんのコネクションチェーンと、アクセンチュアさんのブロックチェーンインテグレーションフレームワークという 別個に動いていたプロジェクトが、寄贈されてマージされた上でカクタスというプロジェクトになっています。でさらにそのカクタスも、ハイバラジャラブズにあったウィーバーというプロジェクトが周り成果が周りされて、まあ、核体というちょっとあの、まあ、なんかサボテンがサボテン図になったというか複数形になったという感じですかね。プロジェクト名称が多少変わっております。というところでスピンアウトしたりマージしたりする例もありますよというお話でした。でプロジェクトの種類ですね、ハイパーレジャーは、先ほどあのブロックチェーンのプロジェクト5つあるよというお話をしたんですけども、そのブロックチェーン自体のプロジェクトだけではなくて周辺のツールとかライブラリーのプロジェクトもホストしています。で上の5つ、ベス、ファブリック、インディ、イロハ、ソートゥースがディストリビューテッドレジャーズのブロックチェーン分散台帳のプロトコルそのもののプロジェクトです。で、その下、ライブラリーズがアリエス、アノクレズで、まあ、ブロックチェーンを利用するアプリケーションを開発する、実現するために、まあ、あった方がいいよねというライブラリーが、このライブラリーズのカテゴリーにあります。で、アリエスは先ほど申し上げたエージェントですね、ウォレットのライブラリだし、アノクレザーペリファイブルクレデンシャルズのライブラリです。じゃあ最後ツールズですね。ちょっとこれはあのなんかまあはい、これ自体独立したツールになっているものというところで結構いろんなジャンルのものがあります。ノードやネットワークのデプロイをするのに便利なツールだったりとか、あとパフォーマンス計測に使えるツールだったりとか、クロスチェーンのオペレーションをやるために使うツールだったりとかいういろんなツールが存在しています。でこのうち、この赤枠でくくったものについては多分本日この後、セッションの中でご説明があると思います。はい、というところで、おおよそ内容ご用意した内容は以上なんですが、最後にあのお役立ち情報としていくつか情報のありかを紹介させてください。本日はあの、まあ、このセッションの中 であのスピーカーが、何人かいますが、いずれも皆さん日本のコミュニティ活動、ハイパーレジャージャパンチャプターというところで参加して活動されております。というところと、あとまあ日本での情報とかあのイベントとか、そういったところをあのお探しであればここのページを見ていただくのがいいと思います。あとハイパーレジャー東京というあのミートアップイベントをまあ定期的というか、まあ、不定期ですけど、はい、しばらくやっていて、まあ、そこあのミートアップのミートアップ .com の中にページがあるのでこれあのご覧ください。あと関西ですね、ちょっとあのコロナ禍もあってオフラインの開催が難しくなってた時期もあったりとかするので、ちょっとあんまり活発に最近はやられてないとおっしゃっていたんですけども、まあ、関西で、コミュニティを作る、あのつながりを作るみたいなところのためにハイパーレジャー関西という集まりもあります。で最後、ケースあ最後なんですね、あと、ハイパーレジャーの、まあ、事例を2個だけ紹介したんですけども、ケーススタディーズというところに、まあ、あの代表的な事例が、いくつかまとまっています。かなりたくさんあります、ね。でそれぞれごとにはどのプロジェクトを使ってますというのも情報もまとまっているので、まあ、どんなプロジェクトが何に使われているのかというのを知りたければここを見ていただくのがいいと思います。あとそれ以外にももうちょっとカジュアルな形でブログという形で公開されたりもしています。であと先ほどの利点は何ですかみたいなあのアンケート調査をちょっと紹介したんですけども、こういったところがまとまっている結果があのアンケートの結果がハイパレジャーブランド調査2021というところに日本語にも翻訳されているので、ここもぜひご覧ください。でこれのちょっと2021で古いかなと思うあの感じの方もいらっしゃると思うんですけども、2023年版も進行していますので、まああの対象になる方はぜひご参加くださいというところです。はい、内容としては以上です。ちょっと時間的に Q&A を受ける時間がなさそうですか。なんかあのクイックな質問であればなんか1個ぐらい受けれるかなと思うんですけど、はい、どなたかちょっとだけこれ聞きたいみたいなのありますか。はい、あどうぞ。ありがとうございます。ノードの運営
ついただき一つ確認したいことがあるんですが、はい、ノードの運営っていうのは一から自分でその、はい、まあ、ピアノードを集めるのか、それとも、うん、そのハイパーレジャーファンデーションが運営されてる、はい、まあ、ピアノードのネットワークに参加するのか、はい、ちょっとどういう形なのかだけ。そうですね、あのどちらかというと前者の方がイメージに近いかなと思います。ハイパーレジャーファウンデーションとして、実際のノードを運用したりとか、まあ、あのそうですね、ノードを運用しているという例は多分ないんですよね。ないと思います。でなんですけど、一部の、インディーに関しては、なんかあのソブリンがあのインディーネットワークをあの運用していたりとかして、ハイパーレジャーとしてやってるわけではないんですけど、あのメンバー企業がもともと提供しているネットワークというのはあります。ありがとうございました。なんかあと1個だけあの受けれそうなあの時間帯ですけども、いかがでしょうか。大丈夫ですか。あの一番あの先ほども申しましたけど、あの一番最後にまたあの Q&A のセッションもあの設けますので、あのぜひまたその時までに何か思いついたらあのご質問いただければなと思います。それではあの中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。